暑い暑いいらっしゃいます。暑い日が続くね。かわいいお子さんですこと。食べちゃいたいわ。ん、何なんだ。電話を貸してくれ。どうぞ。私と遊ぼう。遊ぼうと言ってるのが分かんないの。何をするんだ。優しくするからさ。何をするんだ。お前は黙っとれ。みんな粋なやつだな。サボテン少年。トゲトゲ症状があり泣かれてその気になった馬鹿な出会いが見続けてくれ。大丈夫ですか。娘さんがどうしました。かけすぎでした。大悟しっかりしてください。部屋にあったサボテンだ。どうしてここに。俺がこのサボテンに会ったのは寒い冬の日だった。寒いのね。寒いのね。寒い。君。そうに寒さで枯れそうだ。誰かが邪魔になって捨てたんだな。そのサボテンにも美しい花が咲くのよ。君は。私はミチル。ミチルちゃんか。俺はダイ。お兄ちゃんはサボテンが好き。うん、俺は植物も動物もこの世に生きてるもの全部が好きだよ。どんな命だって尊いからね。お兄ちゃんは心が優しいのね。俺はこのサボテンを育てて花を咲かしてみせるよ。お兄ちゃんありがとう。私サボテンに代わってお礼を言うわ。枯れかけていたサボテンは生き返った。がしかし春になった時サボテンの鉢はいつの間にかなくなっていた。あ、ミチルちゃん。
ミシルちゃん。さあさみんなさん東京名物と。気持ち泣き踏み巻き取り打ち帽子はい自分の東京あよいしょ僕の好きなあの状態かわいいわここんとこは何とも言えない。将軍将軍速やかに任務を実行しろ。遊んでる余裕はない。That's an order。 分かってます。そうトゲトゲしないで、もう手を打ってあるの。植物や動物がお好きなようね。枯れかけたこのサボテン助けてくれてありがとう。感謝するわ。けれどお宅のその心の甘さが命取りになるの。これをご覧。ミチルちゃん。お宅この子の正体を知りたい。さああ、ミチル、正直に話しなさい。私は多肉植物のサボテンです。このおじさんと同じ仲間ですってね。許してお兄ちゃん。ミチルお分かりのようですね。大レンジャーゴーマ。ゴーマ切っての武闘派サボテン将軍だ。歴戦の勇士に与えられるこの勲章を見よ見よ見よ。なそんなもの行くぞ。お兄ちゃん、お前にはもう用はない。ミチルちゃん。ミチルちゃん、ミチルちゃんしっかりして。許してお兄ちゃん。私はこうするよりも他にゴーマに脅かされていたんだな。ミチルちゃん。さらわれた女の子たちが。女の子たちが人形にされてるの。助けてあげてお兄ちゃん。ミチルちゃん。お前たち人間は何という愚か者だろうね。炭酸ガスや排気ガスをまき散らし、この地球に温暖化を招いた。やがて緑の植物は全て滅び、この地球は真っ赤な植物でいっぱいの美しい星になるのだ。そして我がゴーマが薄汚い人間どもを滅亡させてやる。うん、ゴーマよくもミチルちゃんを許せ。記録転身オーラチェンジャー。地獄を見よ。
で目で。将軍は俺が倒す。亮たちは女の子を助け出してくれ。おう。
々がゴーマのために苦しんでる。だからゴーマを倒して。ミチルちゃん、大悟、お前の心の優しさがゴーマの悪に勝ったんだ。大悟は信じた。あの妖精はきっとどこかに生き続けているだろうと。全ての命を守ってくれ、巨星戦隊ダイレンジャー。その魔導妖剣クモの前にリョウは倒れ、恐怖で戦えなくなる。リョウ、己の恐怖心を乗り越えろ。平常心を忘れるな。五星戦隊ダイレンジャー新奥義クモの舞。ジン、今度こそ決着をつけてやる。